やはり今までのホンダのバイク作りっていうのは、はい、とやっぱりこれはちょっと違うじゃないですか、はいはい、あの価格の問題もありそのハイパフォーマンスっていうのが突き詰めているわけでもないというのも変ですけど、はい、まああのパワー的なハイパフォーマンスは求めてないですよね。はい、求めてますよね。はい、だからその今までのホンダのバイク作りと違う難しさというかそこの線引きの難しさっていうのはどこに？ああ、線引きの難しさですね。はい、やはりお客様に伝えたいのは普段の使い勝手の中での最高性能なんですよ。何もあの性能を落としてるわけじゃないんです。普段使い勝手の中での最高性能っていうのはやっぱり、普段の街中で気持ちよく走る、力強く走る、それでいて、今日もご説明したように速く走れる、ファンライディングができる、それでいて、燃費もいいし、ここに物が入る、まあ、普段使いの中で一番いい性能のバイクって何なんだろうというのが我々のベースにある考え方なので、従来の高回転高出力より馬力が低いよねっていうような同じような尺度では語れない新しいバイクだと思うんですよね。そこでやはりでも今までのホンダ作りとは違ったところが出てくるわけじゃないですか。その俺たちはどこで線を引くというか、ね、価格も含めてですよね、はい、こんな勝負すごい勝負した価格、はい、というのはすごく判断が難しいと思うんですけど、その辺は苦労はなかったんですか？そうですね、まあ、私もそうなんですけど、さまざまなお客様の日常の使い勝手を調べてみたんですよ。そうしたところ、まあ、ヨーロッパ、それからアメリカで調べてみたんですけれども、一般的なお客さん、スーパースポーツに乗ってるお客様も普段は6000回転しかエンジン回してないんですね。まあ、それが9割で、アウトバーンなんかも走ってみても郊外のツーリングにしても140キロぐらいがいいとこなんですよ。だったらそれ以下で一番いい性能を作ろうというところが最初、その性能の出し方の線引きにありましたので、そこを我々 その上限、要するにラップタイムが速いとかね、馬力が予想よりも一番とか、そういう従来の評価の基準とは違った我々独自でそういう基準を作りました。今回そうお話を聞くとあまりブレはなかったってことなんですね。そうですね、全然ありませんよ。最初に掲げたコンセプト通りにもずっと突き詰めていったというか、はいはい、僕は驚いたのはあの追い越し加速のお話ですよね、はいはいはい、あれ面白いなという、やはり気になるのはパワーがダウンしてるっていうのは一般的にみんなそう思ってしまいがちですけど、はいはい、追い越し加速はでも速いんだよ。あ、もちろんといういくら馬力が出てても重要、実際使ってるのは2000回転から4000回転、街中そうですよね。やっぱりそこで、まあ、速くっていう言い方おかしいですけど、力強くてリニアリティにこう車が動いてくるので、それは車の魅力にならないんですよね。まあ、そういうところをこの車では十分表現できたというふうに思っています。価格の設定は最初からあのぐらいはもう決めてあったんですか？いろいろありましたけれども、当初の目標は従来の 750cc に比べて3割の 30% コストを下げましょうという高い目標を掲げました。まあ尋常じゃないです、ね、尋常じゃないです3割、はい、尋常じゃないです。まあそれが今回のバイカーにはつながっていると思うんですけどね。3割コストというか価格を落としたというのが見て取れないぐらいすごく立派に見えるんですね、はい、全体も含めて。だから見た感じに、あ、ここはもうしょうがないよなっていうところはほとんどないっていうのっていうのはすごいこだわりというか難しさというのがあったと思うんですけど、やはりこだわったところっていうのはもちろん走りもそうですけど、うんうんうん、その見た目というかその趣味性っていう面で、あの所有感というものっていうのはどういうふうに？そうですね、まあ、3種類、まあ、数を作れば安くなるっていうものは、まあ、物の原理がありますので、基本プラットフォーム構想っていうふうに足回りのエンジンも吸気系も排気系も基本は同じようなものを作る、まあ、それでいて性能をみんな同じにしてあげて、かつ車のキャラクターごとにその乗り味を表現している。それと外観のこのクオリティも色を使うところ、それからちゃんと素材を表現してその味を出すところ、いろんなところをマテリアルをこだわって作ってますので、パッと見た時になんか安いよね、そういったものは全然感じないと思うんですよね。一番開発において苦労された部分っていうのはどういうところなんで
ですね、走りも含めてエンジンも含めて全て、そうですね、最初はこんな ローパワーって言うとまたおかしい語弊がありますね、6000回転しか、はい、まだ高回転高出力速いバイク、最高馬力があるバイクがいいというふうに言われてた4年ぐらい前はこんなバイクを作りたいんですっていうところに、やはりトップの方から何言ってんだと、そんなバイク面白いわけがないじゃないですか、それをブレイクするして理解してもらうのが一番大変でしたね、最初の。それが理解されれば我々が考えていた低回転で高トルク、それでいてこのプラットフォームを作ったさまざまな魅力ある商品っていうのが大きく理解されたんですね、まあ、そういうのを今、ね、リーマンショックの後で経済が自然がとかいろいろ環境が変わってますけれど、我々はそういう起こる前からそういうものを予期して違った価値観のバイクを提供していきたいというふうに思ってましたので、まあ、一番大変だったのはそういうところをこう理解してもらう。そうですね、もう一つは全くプラットフォームで乗り味が同じではお客様に単なる何でしょう、外装違いのもの、世界のバイク、はい、それを感じさせないような X は X なアドベンチャーライクな乗り味、はい、S は S でシンプルな、はい、都会的な乗り味、それでいてインテグラはスクーティングモーターサイクルって言っているように、カンファタブル、そうですね、カンファタブルで、それでいて、スクーターのようなその快適性を持ちながらバイクのようなアグレッシブな走りができる、まあ、各々の3兄弟、個性をつけてますので、そういう部分も非常に苦労したところですね。このニューミッドはですね、従来の価値観と違った新しい価値をですね、皆様に提供できると思っています。その価値は、無理することなく普段の使い勝手の中で存分に味わってもらえる素晴らしい一台だと思っておりますので、ぜひ次のオートバイの購入の検討される際はですね、ニューミッドを視野に頭の隅に置いてですね、ご検討いただければと思います。ありがとうございました。